落成式には県知事をはじめ関係者などおよそ100人が出席し、はじめに県警本部の森本義之本部長が安全安心な南区の実現に向けて尽力いただきたいと挨拶しました。南区で使用に新たに建設された広島南署の新庁舎は建築基準法の基準の 1.25 倍の耐震性を持ち、非常用自家発電設備などを備えていることから災害時には活動の拠点となることが期待されています。地域の皆様から寄せられる期待と信頼に応えるため、安全安心な南区の実現に邁進していく所存でございます。新しい庁舎での業務は19日から開始します。